ウライアン・ファンローは、オランダ・アルメロ出身の元サッカー選手であり、サッカー指導者。ポジションは GK。2014年より、ヘラクレス・アルメロにて、GK コーチを、2016年からは、同クラブの U-21 チームにて、アシスタントコーチを兼任している。ファンロー1999年に、ヘラクレス・アルメロトップチームデビュー。 この地元クラブであるヘラクレス・アルメロで6シーズンを過ごした。2004から05シーズンにはエールステ・ディビジ優勝を果たし、キャリア6年目にして初めての一部挑戦となった。しかし、一部の舞台ではドイツのハンブルガー SV から移籍してきたマーティン、ピーケンハーゲンに第一 g k の座を奪われ、控えに甘んじた。出場機会を求め、2006年に FC、 フロー人間に移籍した。一年目はバスロールダーの控えだったが、二年目からレギュラーとして活躍した。しかし、三シーズン目からは、再び第2次 k に据えられ、2011から12シーズンにクラブを退団した。2012から13シーズン、一シーズンのみ、ヘラクレス・アルメロでプレーし現役を引退した。ありがとうございます。